クレメンス7世はローマ教皇。メディチ家の出身で、本名はジュリオ・デ・メディチ。パッツ家の陰謀で殺害されたジュリアーノ・デ・メディチの遺児であり、母はフィオレッタ・ゴリーニ。2代前のレオ10世の重邸にあたる。ヘンリー八世の離婚問題を承認したケンブリッジ大学教授のトマス・クランマーとヘンリー八世を破門した。教皇レオ10世の下で、 数奇教として有能な手腕を発揮していたが、教皇に即位した後は、不安定な国際情勢に翻弄され、ローマ略奪の惨事を招く。宗教改革という事態に対しても何ら有効な手が打てず、メディチ家の権益擁護に終始した。芸術、文化のパトロンという面では、数奇教時代にラファイロを引き立て、1520年に性的であるマキャベリニ、 フィレンツェ氏の執筆依頼をしている。後には、天文学者、コペルニクスの研究も支援した。晩年には、フィレンツェからミケランジェロを呼び寄せ、システィーナ礼拝堂の壁画の作成を依頼する。在世中はイタリアをめぐって、フランスとハプスブルク家との戦闘が続き、マルティン・ルターによる宗教改革運動もあって、不安定な状況であった。1527年。 フランス王フランスは一世と同盟を結んだ教皇への報復として、神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール五世の軍がローマに侵攻する。クレメンス七世はサンタンジェロ城に逃れるが、市内では殺戮、破壊、略奪、強姦等の惨劇が繰り広げられた。他の都市へ逃れる市民も多く、ルネサンスの中心であったローマは見る影もなく、荒廃した。 クレメンス7世が優柔不断だった面もあるが、むしろ、イタリア戦争、宗教改革、オスマン帝国のヨーロッパへの圧力と、カトリック教会史上最悪の状況であったことから、教皇個人の資質のみを責めるのは酷かもしれない。イタリアとヨーロッパが分裂し、混乱を重ねる時代だったのである。クレメンス7世は、カール5世と和解し、カール5世に皇帝の体感を、 ボローニャで行う。これ以後も、イタリアをめぐって、フランスとハプスブルク家の戦闘は続くものの、後者の優位が、ほぼ確定する。なお、この間に、メディチ家のアレッサンドロは、教皇の貢献の下で、フィレンツェを統治していた。1527年、ローマ略月の法が伝わると一時追放されるが、1530年に、カール五世の支援により、復帰。 1532年にはフィレンツェ公に除され、メディチ家は名実ともにフィレンツェの君主となった。晩年の1533年には当園のカテリーナデ・メディッチとフランス王子アンリの結婚式に出席する。離婚問題で紛糾していたイングランド王ヘンリー・パッセイとは対立を深めたが、その1年後の1534年9月25日に死去した。 時代の激しい荒波に揉まれた悲劇の教慌であった。ありがとうございます。